バーンズノーブルのロゴバーンズノーブルの店舗、バーンズノーブルは、アメリカ合衆国で最大の書店チェーンであり、また、最大の専門小売り店である。2009年10月現在、同社は、アメリカの50州と、コロンビア特別区で合計777の店舗を、運営している。2020年12月現在、投資運用会社、エリオットマネージメントが所有している。 同社は地域によっては、ブックスターあるいはビードルトンという名称でも、小規模な書店をチェーン展開している。ブックスターは屋外型のショッピングセンター店舗に、ビードルトンはショッピングモール内の店舗に使用される名称である。バーンズノーブルは大規模で高級感のある店舗を構えることで有名で、多くの店舗がスターバックスコーヒーを提供する。 喫茶コーナーとベストセラー本を値引き販売するコーナーを設置している。ほとんどの店舗で雑誌、新聞、DVD、劇画、贈答品、ゲームや音楽メディアを併売している。創業は1965年。ニューヨーク大学の学生で大学内の生協でアルバイトをしていたレオナルドリッチオが本を売るなら自分でやった方がうまくいくとグリニジビレッジに。 小さな学生向け書店をオープンしたのがきっかけ。優れたサービスと知識豊かなスタッフのおかげで評判になり、1970年代には6店舗を展開するまでに拡大。その後、5番街の書店を買い取って総合書店へ転身し、全米に積極的に進出した。レオナルド・リッチオの兄弟であるスティープ・リッチオが2003年1月から2010年3月まで。 CEO を務めた。スティーブリッジオは、電子書籍への対応に出遅れ、2010年8月には、ミュりリが検討されていると報じられている。2019年6月7日、投資運用会社、エリウッドマネージメントは、バーンスノーブルを6億8300万ドルで、買収すると発表。8月7日に買収を完了した。アンドロイドベースの電子ブックリーダー。 2009年11月にアメリカ合衆国で発売された。当初は6インチの電子ペーパーディスプレイ搭載機であったが、2011年に7インチカラー液晶ディスプレイ搭載機が発売された。ありがとうございます。